こんにちは。サンドの笹よりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮の秀逸なダダ特集の第10弾ということで、引き続き特撮のキャラやアイテムなどに関する有名なあだ名、通称の数々をサクッと紹介してみたいと思います。それでは行ってみましょう。辛味噌。最近特撮の笑える勘違いのシリーズで特撮ソングの空耳ネタをたびたび取り上げていますが、時には空耳のネタ強度が強すぎてその曲自体の故障にまで取って変わるケースがあります。特に有名なのが仮面ライダーブレイドの中盤で使用されたセカンドエンディングのリバース。当時の平成ライダーでいうエンディングとは、戦闘シーンのバックにかかる曲を指しており、本作ではシリーズで初めて主要キャストがその歌唱を担当する試みがなされたのですが、立花さんこと天野光成さんが歌う本曲はサビのラストの God to be strong の部分がどう聞いても辛味噌としか聞こえず、案の定ネットでは大いにいじり倒されることとなりました。ご存知のように当時の本作といえばオンドゥルゴブームの渦中であり、直近の第22話では立花さんのこれ食ってもいいかなという名言が飛び出したばかり。ただでさえ本作屈指のネタキャラだった彼は、これ以降悪食属性までも得てさらに手がつけられなくなっていくのですが、そのダディイコール食べ物ネタの図式の定着に持ち歌の辛味噌が一役買ったことは言うまでもありません。どこまでも持ってるキャラだったんですね。なお辛味噌と並んで転びそうという空耳もよく知られており、こちらはバイクでカーブを曲がるシーンとかによく合いますね。ちなみに本曲の前に使用されていたファーストエンディングの覚醒も、冒頭の英語歌詞の部分が小錦ラブきっとラブ小錦ラブすげー汗と空耳され、当時流行っていた負け者の AA と合わせてあちこちのスレに貼られまくっていました。さらに前期オープニングのラウンドゼロブレードブレイブはラストのブレイブレイと繰り返す部分が剣崎の掛け声として有名なウェイウェイに聞こえると言われたり、後期オープニングのエレメンツも宝見剣や導くよウェイなどやはり空耳の宝庫だったり、ムッコロこと森本良二さんが歌うサードエンディングのテイクイットアトライもテキラ隊と言われたりと、どの曲にも何かしら空耳ネタがあるという冗談のような事態となっていました。どんだけ持ってるんだこの作品。ムッキーはやっぱりここでもハブラレンゲルでしたけどね。ハブライブ。今さらっと述べたハブラレンゲルについてはもはや知らない方はいないと思いますが、そのレンゲルことムッキーとストーリー上も扱い上も似たような道をたどってしまったのが仮面ライダーリバイスのライブこと五十嵐大二です。ご存知五十嵐三兄弟の次男であり、第1話からのレギュラーキャラとして活躍してきた彼ですが、中盤以降一輝たちと仲違いしたことで次第に孤立を深めていき、作中作外において集合シーンに彼だけ居合わせないということが増えていきました。アギレラこと夏木花や牛島ヒカルらがライダーとして仲間に加わっていく中、仮にも2号ライダーのポジションであるライブだけその場にいないというギャップはなかなかに強烈であり、いつしかそんな彼の境遇をかのハブラレンゲルと重ね合わせたハブライブなるあだ名が一部のファンの間に定着することとなります。これが私五十嵐大二、五十嵐家次男。今私の所属するフェニックスが大ピンチなの。結局本編終盤で無事に一輝たちと和解したことでハブライブ状態は解消されたものの、強化形態であるはずのホーリーライブが最後まで令和の弱フォームのままだったり、フィギュアーツでは先にエビルやジャンヌ、アギレラまでも発売決定していながらライブはかなり後まで出なかったり、劇場版で変身した仮面ライダー五十嵐にライブの要素が少ないことを大二役の日向亘さん自身も嘆いていたり、スピンオフの展開でもなかなか大二に主役が回ってこなかったりと、ハブライブ呼ばわりされても仕方のない展開が公式的にも続いていました。先輩のムッキーの場合、そもそも4号ライダーなので中二病であろうとなかろうと闇落ちしようとしまいと、どの道後回しにされやすいポジションなのですが、対する大二は本来は優遇されるはずの2号ライダーでありながら、この扱いというのが余計にネタにされるゆえんでしょうね。もっとも作中での行動以前に主役ライダーの隣の枠をバイスが奪っている上、カゲロウことエビルにも
枠を割かなければならない時点で、ライブの不遇は最初から決まっていたようなものであり、本作で最も割を食ったキャラだったと言えるかもしれません。一応 V シネクストのリバイスフォワードでは、ヒロミさんと一緒にメインを張るようなので、今度こそハブライブを返上してくれることに期待したいですね。令和の草加正人、現在放送中のアバタロー戦隊ドンブラザーズでは、キジノツヨシの奥さん美穂ちゃんと犬塚翼の恋人夏美をめぐるドラマがいよいよ佳境に入り、井上脚本の本領発揮と言わんばかりの怒涛の展開に視聴者は大いに盛り上がっていますが、そんな中で急浮上してきたのがキジノに対する令和の草加正人となるあだ名。もともとこれはセイバー序盤の新代レイカに対して一部で言われていた故障でしたが、レイカさんのブラコン化に伴っていつしか使われなくなり、それから約1年を経て本作の同8話でキジノが闇の一面を見せたあたりから、じわじわと彼が次なる令和の草加正人候補として認知されていくことになります。東映公式サイトでも第9話の振り返りで早速このフレーズが使われており、本来ならその時点でもっとバズっていても良かったと思うのですが、このネタが本格的に爆発するのは先日のドン34話の放送後のことでした。この回のラストで犬塚を警察に売り有罪ですよと素敵な笑顔を見せるキジノの姿はまさしく草加のデビルスマイルを彷彿とさせるものであり、これを受けて草加役の村上康平さんがキジノさんがノートでもなくジュートでもなくマサトになってしまったとツイートしたことも追い風となって、令和の草加マサトの呼び名は今や完全に定着するまでになっています。もっともキジノはどちらかというと草加より牙に近いポジションではという意見もあり、令和の草加マサトというより令和の牙有事なのではというツイートもちらほら見かけますね。いずれにせよライダーシリーズならまだしも、良い子の味方のスーパー戦隊でそのメンバーの一人が草加ムーブだったり牙ムーブだったりをかますというのは、ある意味では戦うトレンディードラマ以上に強烈な出来事であり、一体どうやって収拾をつけるんだろうと気になって仕方ありません。さすがに追加戦士でもないのに終盤で命を落としたりはしないと思いますが、どうやってこの二人を和解させるのか、キジノは無事にハッピーエンドを迎えられるのか、先が気になるのと同時に改めてあのヤクザってすげえなぁと実感している次第です。ということで今回は特撮の秀逸なあだ名特集の第10弾をお送りしました。最後に宣伝ですが、当チャンネルのメンバーシップでは解説動画の全シナリオの公開や私自身の特撮の思い出を語る限定動画など皆様にお楽しみいただけるコンテンツをいろいろとご用意しています。興味のある方はぜひご加入をご検討いただけますと幸いです。またこの動画も好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮書士パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているのでこちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。